どうもこんにちは、銀です。それでは今回もデッドバイデイライトやっていきたいと思います。今回久々にキラーで来ております。しかもなんと PS4 で新しく追加されたフレディ悪夢を使っていこうかなと思います。初なんですよね、使うの。はい、ブラッドロッジ。いやー、でフレディがこう左手でこうドリームワールドに引きずり込むというこういうことですね。で、引きずり込んでちょっとしてから攻撃が当たるという。よし、OK。キラーは最近やってなかったんで、ちょっと使い方忘れてたんですが、大丈夫そうだ。さて、では探していきましょう。で、今、生存者から姿が見えてないんですよね。僕も1回だけ生存者に当たったことあるんですが、全然見えない。猫じゃないときついぐらい。で、声がね、若干聞こえるんですよ。ランランみたいな。あと背低いよね、ちょっと。いないね。動いてないな。動いてないな。あ、全然発電機は動いてないぞ。あの中。動いてる動いてる。あ、バレてる。いけ。よく気づくな。よし、オッケー。さあ、追いかけていくぜ。デッドハード使われたね。さあ、追いかけていきましょう。で、ある程度離れても、このドリームワールドいる間は、姿が見えております。よし、オッケー。まだ一発。ああ、くそ。タイミングずれたな。残念、スキルチェックを使ってどうしてもダメだぜ。無駄なんだな、それが。はい。で、スキルチェックをね使って失敗すると、よし、 OK。 失敗するとなんとこのドリームワールドから戻ることができるということなんですが、ちょっとみんな必死にスキルチェックを成功、起こそうとするんですよ。で、一応破壊しておこう。で、厄介なのがアドオンでスキルチェックが少なくなるっていうのを一応持ってきてはいます。厄介なのが、これ、すぐに攻撃できないんで、来た場合、一回、ちょっと、なんて言うのかな。こう、引き寄せる時間が必要なので、まあ、ほぼ確実に、こういうふうに、もう、助けられちゃうっていうのがね、あるんですよ。じゃあ、追いかけてまた、あいつを釣りに行こう。どこ行ったかな。いたね。はい、残念。え、はい、オッケー。さあ、釣りましょうかね。もう発電機残り2個だ。どこにある。あー、間に合うか。間に合うかな。まだパークが1個しかない状態なんですよ。はい。さあ、助けに来るかい。ついてない。あ、死んだ。あれ、もがかなかったみたい。じゃあ残り、あ、あと1個だ。やべえな、ここと。あ、バラバラで、うまいことで。あと1人ぐらいは釣りたいっすね、できたら。初なんで自分に優しく、まあ、2体釣ればいい方なんじゃないかなとか思ったりはしてます。でもあそこね、つけ切ろうとするんだよね、やっぱりね。大体、ああ、無理だったか。
おい、ちょっと。どこ行った？どっか行ったな。探し行くか。書いてないもんね、ドリームワールドに。どこに行ったかな。こっち行ってみるか。いや、フリーで強いと思うんだけどな。よし、オッケー、発見しました。オッケー、入れちゃいましたよ。発見です。よし、オッケー、パーツ。さあ、上上がって降りました。どこ行った？見えない、見えないのか。あ、なるほど、ドリームワード入ってないね。入ってきたか。降りて、いないな。怪我はしたままだが、あ、治った。一回引きずり込まなきゃいけないのがなかなか厄介っちゃ厄介か。さて、ここ OK。 入ったかな。入ったね。けどどこにいんの？見えるはずなんだけどね、これ。あ、いたいた、見える見える。あー、なるほどね。いたいたいた。向こう行って。じゃ、来てますよー。あー、くそ、間に合わなかったか。さてさて、こいつだな。こいつはキーマンだ。ああ、ダメだ。ああ、なかなかシビアだな。あ、この円を当てなきゃいけないのか。一旦ここ壊すか。よいしょ、ダメージ与えて。ん、超えた跡がある。あいつうまいやつだな。開けられた。よーし、引きずり込んだで。よし、一発。さて、ちょっとこっち行ってみますかね。開けてんじゃないの。やっぱり開けてるね。さて、どこいるのかな。開いちゃった、開いちゃってる。あー、あれ、スキルチェックを起こそうとしてて、あー、やばい、復活したな。これは逃げられちゃうな。近いな。あー、開いてるね。いや、開いてない。おっと、多分逃げられるな、これ。あそこいいんだけど間に合わねえかな。非常脱出口を発見した。あー、遠い。足が速くなればまだいいんだろう。あー、間に合わねえ、残念。逃げちゃうか。うわー、一人だけか。まあ、初で一人行けたらいい方、いい方ではないな。バイバイ。はい、二人も逃げた。で、もう一人は拾い出すべきかな。
どこで何してるのかな。ちょっとギリギリまで探すよ。いやこれ使いこなしたら強いと思うんだけどね。壊しとこう。この活性化っていうパークも多分結構強いと思うんだけどね。来てんの？来てんのじゃない？いるの？いないよね。非常脱出口探してる最中かな。ここ開いてんだけど、いないね。え、マジでいない。何してんだろう。行くなら早く行ってほしいんだけど。いやでもやっぱまあパーク揃うまではトラッパーかな、使いやすい。あ、走った後は、あ、逃げた。はい、ということで今回一人ですね。フレディ初めて使ってみたんですけど、やっぱり強いっていう印象がありますよね。まあ弱体化されても多分この後使えば強いんだろうなとは思いました。ということで今回の動画はここまでとさせていただきます。よかったら次回の動画を見てください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。